どうも、死を嵐を巻き起こせ、死嵐です。2023年、もう年末ですね。プロ野球のストーブリーグを見ていると本当に1年早く感じますね。ファン観に行かれて以来、皆さんベルナドームに行かれる機会めっきり減ってるんじゃないでしょうか。自分は12月17日に行われたライオンズスペシャルセールに参加するためにファン観以来のベルドに行ってきました。今回はその模様をお届けしたいと思います。動画の後半ではシビル福袋を開封しているんで、どうか皆さん最後までご視聴ください。おはようございます。ベルナドームにやってきました。本当に天気に恵まれて良かったですね。会場までまだまだ時間はあるんですけど、撮影のために早く来ました。セール会場は向こうにあるですね、シビルの方で、開催されるので、早速行ってみたいと思います。こちらが入店の列ができる場所になります。さすがにね、まだ人はいないんですけど、もう1時間もすれば人が増えてくるんじゃないでしょうか。あとね、昨年はここに、合格発表の札が立てられてたんですけど、それは何かというと、10時入店のチケットを持っている方だけ、入店順番が完全に抽選になります。その抽選結果が出されるのが去年はここでした。多分ね、今年もここに出ると思うんで、そこで合格発表の気分を味わいたいと思います。時刻は9時半。いよいよ合格発表、いや入店順の抽選発表です。今回自分の番号は66番。果たして何番目のグループになるのでしょうか。お、5番。66番が属するのは20組中5番目のグループでした。これはかなり運が良かった部類じゃないでしょうか。いい商品が残っていることを願うばかり。購入した商品を紹介する前に、今年も入場列の隣で催していたアウトレットルーレットを回したので、その模様をご覧ください。ちなみにセールは3年連続参加してますが、ルーレットは2年連続特賞を当てています。2回でお願いします。はい、800円になります。800円ちょうどお預かりします。ありがとうございます。残念、今年は特賞当たりませんでした。 B 賞は殿崎選手のミニフラッグと源田選手のバンドを選びました。殿源は特に推しているので迷わず手に取りました。C 賞は殿崎選手のユニフォーム型キーホルダーと、先日 FA 権を行使して残留を発表した平井投手のプレイヤーズタオルのキーホルダーを選びました。 B 賞、C 賞でも1回400円で2商品選べるのはセールならではですね。今年は福引きもあったんで、もちろんチャレンジ。引いたのは獅子ライオンズ学園森脇投手の缶バッジと、佐々木投手のウッドスタンド獅子マンマバージョンでした。2人とも背番号3桁になった選手なんで、焦らずじっくりリハビリして、また1軍で打者を翻弄する姿を見せてほしいですね。シビルでのセール以外でも楽しめる要素があるのが、このライオンズスペシャルセールの魅力ですよね。本当は購入した商品を現地映像で紹介したかったんですけど、店内が非常に混んでいて、セールの運営側から撮影許可が出なかったんで、ここで紹介したいと思います。まずはオーセンティックバックパック。
これ、オーセンだけあってかなり頑丈そうですよね。この白いライオンズのロゴが目立ってますね。これいつも、練習の時とか試合の時にね、選手が背負ってるのを見てるんで、なんかこれ見てるだけでチームの一員になった気分ですね。これ中が全開きになってるんで荷物すごい入れやすそうですよね。大荷物の時とか、ね、これ開けてタオルとか収納できそうなのがいいですよね。あとこれ横でバッグのこの横の幅を調節できるんですよね。最初すごく薄っぺらかったんですけど、ここを外すとバッグの厚みが出るんですよね。これね、すごく縦も横も入ると思うんで、大荷物の遠征の時にぜひ使いたいかなと思ってます。続いてこちら、黄金期ロゴパーカーですね。これ2019年の商品なんですけど、ポイントはやっぱりこの黄金期のホームユニのライオンズロゴですね。これがもう昔からファンだった方も非常に好きなデザインなんじゃないでしょうか。あとこれ、自分パーカーたくさん持ってるんですけど、ライオンズのパーカーっていうとね、レジェンドブルーばっかりで白全然なかったんで、この白基調で水色のシンプルなデザインっていうのも使いやすくていいんじゃないでしょうか。これ普段使いしたいと思います。そして最後3つ目はシシビル福袋です。これ1個4000円なんですけど、ライオンズガチャの景品を中心にお得なラインナップになっているそうです。そして当たりの福袋30個には選手の直筆サインが1枚入っています。では早速開封していきましょう。これ頑丈にホチキスで留められてますね。怪我には注意ですね。はい、ではまず一品目こちら。お、これは全部の福袋に入っているブランケットですね。すごいビニールの上からでもあったかそうなのが伝わってきます。いや、ここにあるのはね、先日応戦福袋に入っていた球団旗のブランケットなんですけど、それとは打って変わって選手の顔がねたくさん書いてあるタイプのやつです。見えますかね、金髪の栗山さんもいて、源田キャプテンもいて、古賀優斗選手も、ね、真ん中の方にいたりします。主力級の選手、中心選手みんなキャラクター化して入ってるんで、どの選手が好きな方でも結構楽しめる、ね、いいデザインになってるんじゃないでしょうか。選手の顔こうやってよく見るとかなり似てますよね。これでお子さんとかがね、選手の名前を覚えたり顔を覚えたりしてくれるっていう、なんか一石二鳥の効果がありそうなものですね。しかもこれ素材もしっかりしててあったかそうですね。では続いてこちら、お、吉信って書いてあるかな。あ、水上ですね。水上選手のこれはなんだ、結構大きそうなタオルですけどね。はい、あ、西武鉄道か。水上義信選手がこれは車掌ですかね、車掌をやってるタオルになります。ただ野球やってない水上義信選手が見れるのは水上ファンとしてはすごい嬉しいですね。はい、では続いてこちら、お、でかい、なんだ、缶バッジですね、これ。あ、ただの缶バッジじゃなさそう。エルクジライオンズフェスティバル、ビッグ缶バッジスタンド
ビッグ缶バッジスタンドですって。あ、後ろにこれスタンドついてるんで立てられるようになってるんですね。缶バッジでも使えて部屋のインテリアとしても立てて使えるっていうすごい器用なグッズですね。これ青空の森脇パパ、森脇パパ、さっきガチャの模様をお送りしたと思うんですけど、まあ、そこでも出てたんですけどね。このまた28番を再びつけてもらって一軍で大活躍しているところをファンは見たいですよね。いやー森脇パパ、中継ぎ手薄だからぜひ復帰してほしいですよね。はい、残りはこちら詰め合わせですね。これがライオンズガチャの景品ですね。これ多分5個入っていると思います。ライオンズガチャ全然やらないんでいつ出たやつかとかあんまりわかんないんですけど、まずは平沼翔太選手の、クリアカードですね。クリアカード全然聞いたことない商品ですけど、平沼選手、お子さんもできてね、乗りに乗ってると思うんで来シーズン、ね、ライバルの選手たちを突き放す活躍を見せてもらえればと思います。キーホルダーとかが多いのかな。あ、これは缶バッジか。我らのライナちゃんですね。これは可愛い女の子がバッグにつけてそうですね。はい、続いてレオ、レオ来ましたね。ライナちゃんの次はレオ。なんて書いてある。俺についてこい、男らしい。さすが白い獅子レオ、ジャングル体型ですよ。これぐらいしないと男の子はダメですよね。はい、そして最後はこちら62番滝沢夏生選手ですね。これはプロ初本塁打って書いてありません、ね、ちょっと見えにくいかもしれないですけど、滝沢夏生選手プロ初本塁打打った時にエスコンフィールドだったんですけど、自分現地いまして、初めてのライオンズがねエスコンフィールドでの試合だった4月のカードですね。確か、10点ぐらい取って大差で勝った試合だったと思うんですけど、その最後の1点をとどめの一発をライトスタンドに放ってくれたのがこのプロ初ホームランの滝沢夏生選手ですね。あ、意外と大きいの打てるんだって思いました。夏生くんね、まだまだ若いんで源田選手の後についててね頑張ってほしいなと思います。はい、ということで残念ながらサイン色紙はね今回なかったんですけど、まあしょうがないですね。30個限定なんでこればかりはもう整理券のね、番号に従ってこっちは受け取ってるだけなんで、まあしょうがないかなと思います。まあでも4000円でこのラインナップですね、すごく、お得な、ね、買って損なしの、商品だったと思います。では以上、福袋開封でした。皆さんいかがでしたでしょうか。セールでは過去のオーセンティック商品がかなり値下げされて販売されているので、一度はオーセンを着用したいという方がいればぜひ来年足を運んでみてください。他にも懐かしの商品やセール限定商品もあるので、純粋に買い物を楽しむこともできると思います。少しでも自分の動画を見てセールに魅力を感じていただけたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。